健一です。動画のご視聴ありがとうございます。今日はもうお昼の時間帯で遅い時間からのドライブをしております。今までは結構早い時間にドライブに行って帰ってくるみたいな感じだったんですけど、今日はちょっと午前中用事があってですね、今日は車乗れないかなと思ってたんですけど、昼からですねやっぱりちょっと乗りたくなったので S63 に乗っています。気温が低くなると山の方に走りに行きにくくなるというのもありますので、今日はちょっと気温が高めで、今現在の気温がですね9度という感じになっております。山の方に走りに来ていますが、ここから前ですね深山の動画を出した時に道の駅なごみという場所があってですね、その道の駅なごみに行った時にジビエ系のお食事をが食べれるということでそっちの方に行ったんですけど、冬季しかやっていないということでですね、その時はなかったんですね。鹿の肉が食べれるはずなんですけどなかったので、今回は冬ですね、冬になりましたので、ちょうど1月ですので、鹿肉を食べに道の駅なごみに行ってみようかなと思います。まあね、手軽に食べれるのがいいんで、おにぎりとかがありがたいんですけどね。でまあ、あまりにも寒いとですね、道の駅なごみがあるあたりですね、ちょうど山越えをしていくんですけども、雪が降ってしまいますので S63 のノーマルタイヤではちょっと厳しいという感じになります。ですのでちょっとね、気温の高い今日に行ってみることにしました。今年は暖かい日が続いていますので、まあ、寒くなる前にですね行ってみておこうと思います。これからまあ1月2月と寒くはなると思いますので、今日が1月20日の金曜日なんですけども、来週からですね寒波がやってくるということで、めちゃくちゃ寒くなると言ってましたので、まあ、大阪でも雪マークになっているみたいな感じだったので、まあそうなるとちょっとね行くことは難しいかなと思うので、もう今週のうちにですね行っておこうということで、まあ、午前中用事を済ませてお昼から名古屋の方に向かっていきます。今日通っていく道はもういつもと同じ道という感じになります。なんか特別新しい道を走るということがないんですけどね、まあ、目的が鹿肉なので、まあそれでいいかなと思います。まあ、なるべく安全な道というか知っている道を通って今日は行きます。大阪の豊野という場所から亀岡を抜けて、そのベト、そして京丹波に入っていく感じで進みます。まあ、大丈夫とは思うんですけど、もし途中ですね道が怪しいとかそういう感じがあればもう引き返すという感じです。現在の時刻が1時42分なんですけど、もうちょっと早く出たらよかったんですけど、ちょっと遅くなっちゃったので、店に行ってもそのジビエ系の何かが売ってるかどうかっていうのがねちょっとわからないんですよね。まあ売ってなかったらちょっと残念、出直しっていう感じにはなるんですけどね、まあとりあえず行ってみます。橋を抜けて南端市に入ったところです。もう気持ちいい直線が永遠続いております。2時には着きたかったんですけどね、もうちょっと早く出ればよかったかな。まだ2023年に入ってからはすごく遠出はしてないんですけど、遠くまで行くっていうことが多かったので、道の駅なごみとかってすごい近いイメージがあったんですけど、やっぱり遠いですよね。
距離の感覚がおかしくなってきますよね。遠くに行くのが当たり前になってたので、近く京丹波のあたりだったらもう近所みたいなイメージがですね、今日名古屋って言うと京丹波になるのかな、南丹になるのかな、ちょっと分かんないんですけど、なんか今までだったら遠く感じていた場所がですね、近く感じてしまいます。ということになるので、もう少し先ですね。今でだいぶ北の方まで上がってきております。山の方の色合いはやっぱり全然変わってきますよね。若干寒い地域の山の色っていうか、そういう雰囲気がします。いや結構近いだろうと思ってたんですけど、舐めてましたね。遠かったな、まあ、ただ気温は11度もあるのでね、全然大丈夫だと思いますけど、道の駅名古屋まで行って1.5 キロです。ようやくという感じですね。このトンネルを抜けて橋を抜けたらすぐだったような気がします。到着です。おお、やっぱりこの辺やばいんだな。あー、もうね、用事を済ましてさっさと帰っていきます。道の駅の方に到着しましたので、ちょっとお手洗いに行ってですね、そしてジビエですね、行ってみようと思います。ジビエ目的に来たんですけど、鹿肉ですよね。もう残念なことに売り切れでした。まあなんとなく予想はついてたんですけどね、やっぱり早い時間に来ないとダメですね。結局買えたのがこのおにぎりサンドの焼きサバと照り焼きチキンですね。まあ全くこことは関係ないんですけどね、第6弾らしいんで買ってみました。おにぎりサンドですね、買ってきたのでもうお腹空いたんで
食べます。照り焼きチキンの方行きましょうか。前の時はね、サバ行っちゃってるんで。これがね、ジビエだったらよかったのにな。鹿肉期待していたんですけどね。残念。まあでもこれはこれでね、すごい、いい感じに美味しそうです。うん、うまい。美味しい。鹿肉食べれなかったんですけど、道の駅なごみのおにぎりサンドめっちゃ美味しいんで、まあこれはこれで、これがあってくれてよかったって感じです。食べれなかったのか残念でした。せっかくここまで来たんですけど、やっぱ早い時間に出てけばよかったですね。いやー、まあでもこんなもんですよね。道の駅なごみまで S660 でドライブをしてきまして、鹿肉を食べることができなかったのは残念でしたけども、まあ、ここまで来てですね、 S660 のドライブを楽しむことはできましたし、そしておにぎりサンドですね、これも道の駅なごみの美味しい食べ物ではありますので、まあ、新しい味を食べることができたので、まあまあこれはこれで良かったのかなと思っております。これからの時期ですね、2月とかになってくると雪とかも心配になってくるので、 S660 で行くのは難しいかもしれないんですけども、冬タイヤをつけている車がですね、もう1台オデッセイがありますので、そちらの方で行けたらですね、行ってみようと思っています。それでは今回の動画はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。